よく来ましたね、指揮官。鉄血艦隊所属の駆逐艦ゼ23です。ニーミって呼んでくださいね。中央艦隊所属駆逐艦の綾波です。この番組は私が指導役となり、指揮官の皆さんにニュルブルクリンク24時間レースを目いっぱい楽しんでもらえるように、あらゆる視点からその魅力をレクチャーしていきます。新見先生、今回もよろしくです。では早速参りましょう。ゆっくりしていってです。だからそれは違うんだって。新見先生と学ぶニュル24。前回の講義でニュルブルグリンクがいかに過酷なサーキットなのか、ある程度理解できたと思うわ。綾波、すでにヘトヘトです。今回の講義ではコースについてさらに深掘りするわよ。これがニュルブルクリンク。1927年に作られた全長 20.832km の北コース、そして1984年に新設された 5.1km のグランプリコース。こちらは最新の安全設備を備えた近代的サーキットで、 F1 やドイツツーリングカー選手権にも使われているわ。この2つのサーキットを合わせてニュルブルクリンクと呼ばれているの。2つで1つですか。特に北コースは世界最長 300m の高低差、170以上のコーナーなどなど過酷な条件が揃っており、グリーンヘルという愛称までついているわ。グリーンヘル、緑の地獄。さあその地獄を案内するわ。綾波、ワクワクが止まらないです。まずはこのコーナー、カラツヨラカルッセル。出た、継ぎはぎフランケン道路なのです。この継ぎはぎに見える部分はコンクリート。ここはもともと排水溝だったの。これをドイツの伝説的ドライバールドルフ・カラツヨラが初めてコーナーリングで使用したことから、その名で呼ばれるようになったのよ。溝落とし、イニシャル。ストップ、それ以上は話がややこしくなるわ。続いては事故の多さで悪名高いベルクベルク。1976年に F1 でニキ・ラウダがひどい火傷を負う大事故を起こしたことでも有名ね。不死鳥伝説の始まりです。フルーク・プラッツ、もともと飛行場があったことからその名で呼ばれているわ。ジャンピングスポットとしても有名で、ここでハンドル操作をミスるとコースを飛び越して深い森へと吸い込まれてしまうという、ほとんどホラーです。そして100年近く前に作られたこともあって、舗装技術も低く、ほとんどの路面が波打っているのも大きな特徴の一つよ。300m の高低差、170以上あるコーナー、天気も不安定で路面もガタガタ。ニュルブルクリンクが超難関コースと呼ばれる理由、分かったかしら。綾波、もうお腹いっぱいです。でもこの難易度の高さが実は身近なところで役に立っているのをご存知？身近なところですか？それは乗用車の開発。乗用車、つまり普通の車ですか？そうよ、過酷な条件がここまで揃っているニュルは、全力で一周走るだけでその車には一般道を 400km 走ったのと同じくらいのダメージが出ると言われているわ。それは過酷すぎです。だからニュルでテスト走行を繰り返すことで、より短期間でより高性能の車の開発ができるというわけ。時間は大切です。
特にスポーツカーの開発では北コースのラップタイムの良し悪しが売り上げに影響するとも言われていて、地元ドイツはもちろん日本をはじめ世界中の自動車メーカーがこぞってニュルに新型車を持ち込んでテストしているわね。まさにスポーツカーの聖地なのです。そろそろ時間ね。次回はアズールレーンのコラボパートナースバル STI について語るわよ。そしてアズールレーンに興味を持ってくれた方はアズレンでゲームを検索してみるです。それでは次回も楽しんでってね。行っちゃった。